はい、新元号が決まりました。先ほどねテレビで菅官房長官が、発表、まあ、ちょっとね11時半という話だったんですけども、ちょっと遅れはしましたけど一応新元号が発表されて、令和っていう風に決まりました。いやー全然ね、まあ、予想してなかったものに決まったんですけども、まあ、どうもね万葉集からの引用らしいんですけど、まあ、そのあたりも、まあ、新しい試みというか、まあ、新しい時代にふさわしいんじゃないかなと、思ってます。まあ、この後ね、安倍首相の方からも、どういう意味でこれ出来上がったのかっていうような、まあ、談話がちょっとあるみたいなんで、まあ、ちょっと楽しみなんですけれども、まあ、とりあえずはね、5月から始まる新しい時代、まあ、令和を、迎えるということで、まあ、そこにね、まあ、立ち会えたんでよかったかなと思ってます。はい、ありがとうございました。